はい。皆さん、こんにちは。バンダルグルイジです。では、今回は、帝国の決断3、日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回は、初回ということで、ミッドウェー海戦のシナリオをベースに、ミッドウェー基地の攻撃と、その周辺で行われた、いわゆるミッドウェー海戦ですね。そちらの様子をお届けしたと思います。で、一応、勝利、主力艦ね、戦艦一部失ったものあったのかなと思うんですけども、南雲さん率いる航空艦隊、空母にはダメージがなく、無事にミッドウェーの攻略が完了したという状況です。で、その後ですね、ハワイ攻略を、念頭に置いてですね、ジョンストン基地を攻略しています。ミッドウェーからだと手持ちの航空機だと航続距離的にね、ハワイ攻撃の支援ができなかったんですが、ジョンストンであればハワイ攻略隊の支援が、基地航空隊で可能ということで、ジョンストン基地の攻略を行いました。で、今回はその続きになります。じゃあね、今ちょっとだけお話したハワイ攻略。こちらの作戦概要をご覧いただきたいと思います。はい。ではね、ハワイ攻略の概要をご覧いただいたと思うんですけども、実際の具体的な作戦を話したいと思います。まずですね、クレに戻っていた第一艦隊。ここはもう大増強を果たしていまして、まず第一戦隊。こちらには武蔵を投入してます。武蔵。ヤマト武蔵揃い踏みという感じですね。こちらの武蔵を投入していくと。で、あとはですね、ここに、航空隊を配備しています。なので、この空母をね、うまく使っていこうかなということで、まずはこの第一艦隊をトラックに入れて、トラックでさらに、航空隊を補給しようと思ってます。どうしても飛行機作るのに時間がかかるので、クレで補給するよりもトラックで補給した方が、時間的にね、短くて済むので、一旦艦隊はトラックまで進めて、トラックで航空隊を補給予定です。で、あとですね、トラック方面から進出するのが、南雲さんの航空艦隊ですね。こちらも一応トラックでしばらく、今お話した山本五十六さんの主力艦隊の到着を待って、その間に、ここも航空隊を増強しようと思っています。で、第8艦隊も同じですね。第8艦隊も同じです。第8艦隊も、もうここも航空艦隊と名前を改めますか。ちょっとね、航空艦隊というには、航空隊の数が少ないものにはなっています。で、あと今、第3艦隊ですね。こちらの第3艦隊を陽動としてポートモレスビー基地攻撃に向かわせようと思っています。もう一個、第2艦隊に関してはこのままトラック沖で待って、艦隊の到着を待ってですね、一緒にハワイ基地攻略に向かってもらおうと思っています。では、ここで時間を進めていきたいと思います。サクッとポートモレスビーは、基地の占領が完了しましたね。第3艦隊は一旦このポートモレスビーで待機をしましょう。もうおそらくね、周辺、ここで言うとガダルカナル、もしくはタウンスビルあたりからポートモレスビーに対して攻撃が受ける可能性があるかなと思いますんで、そこだけ注意が必要かなと思います。
では、陽動が完了したので、ハワイ基地攻略を行っていきましょう。トラックの方で、第5艦隊の方の、赤城にまず航空隊を増強できるのであれば増強したい。救急の艦爆。ちょっと確認しますね、数を。救急の艦爆の数が増やせるのであれば、増やしたい。50機まで増やせる。ありがたい。これは相当戦力がアップするぞ。練度が下がるけど、まあしょうがないよね。ちょっと待ってね。であれば、こんなことをするのではなくて、ああ、もうやっちゃったね。まだ間に合う。いや、もう練度は変わらないので、ここは、救急士の艦爆を、マックスまで。配備しよう。しょうがない。で、97の艦砲は、これも数増やせるね。まあ、やっぱり、なんといってもね、この赤城は、一攫千金は、主力中の主力。ですからね。ではまた時間を進めます。はい。ではトラックの方に艦隊が集まりました。ハワイ攻略を行っていきます。今、艦隊が出撃してきましたね。では、ハワイ沖まで、艦隊を進めていきましょう。時間を進めていきます。はい。じゃあ、ここに来て、ハワイ基地の方に艦隊が集まりつつあるので、この辺りでちょっとね、様子を見ていきましょう。空撃を行える距離にハワイ入ってきましたが、まだね、爆装を持った艦爆が到着できる距離にないので、ここは一旦放置しましょう。あとですね、今だと、この第5艦隊、第5航空艦隊が先に到着しちゃうとまずいので、一旦停止します。後続の艦隊が先に、到着できるのがベストなので、一旦ね、そこで待機させましょう。あとは、ジョンストン付近で展開中の第9潜水艦隊ですけど、これの位置をハワイ近辺まで進出させます。ハワイ付近で敵の艦隊を発見してもらう。第8艦隊もね、第8航空艦隊も一旦現場待機。停止にします。で、第2艦隊を先行させるのと同時に、やっぱりね、潜水艦隊が敵を発見してもらいたい、先に。敵の空襲を受け始めてるもんね。さあ、では、次あたりから部隊を進めていきましょうか。速度は巡航速度で。
海域に突入していきます。さあ、第一艦隊の方からも敵の空母サラトガでしたね。サラトガの撃沈を行っていきましょう。これで撃沈できると思います。敵の直面はもういないの確認してますからね。あとは敵の空母を仕留めにかかる。サラトガの撃沈はできなかったな。ハワイ基地の飛行場を先に潰したいよね。もう直縁がいないのは確認してあるんで。第8航空艦隊の方は敵の方に空撃を行っていきましょう。よし、要塞の連動はだいぶ下がってきてるね。守備隊の99ってのを排除しないと、まあ、いつまで経っても終わらないかなっていう感じはします。ジョンストンからの攻撃隊10機だけか。守備隊の数1しか減らせてないからね。守備隊の数を0にすれば上陸するだけで勝てるんで、まずはそういう状態を作っていきたいかなというふうには思っています。さあ、第一主力艦隊の方ですが、空撃ができなくても砲撃ができる。できないね。この艦隊潰したいよな。空母サラトガが入ってましたよね、敵の方は。いや、ハワイ基地攻略は至難の業だな。これで潰したね。空母、戦艦。潰しきりましたね。第二主力艦隊の方は、このまま待機。敵の航空隊。これはハワイ基地からの航空隊ですね。これをしのいだ。よくしのいだ。まあ、直縁がほぼ壊滅した様子が
残念ながら見て取れましたが。そうすると空母のいなくなったこちらの艦隊を目指すより、こっちの空母だな。空母、サラトガが撃沈できない。空母、サラトガを沈めたいんだけどね。これで沈める。沈まない。ただ戦艦2隻撃沈したので、もう空母が前面にさらされている状態なんじゃないかなと思うので、これで空母を確実に仕留めにかかりましょう。ハワイ基地を取り巻く敵の艦隊を潰さないと不安でなかなか攻撃ができないからな。まあ、夜のうちに揚陸隊を近づけておくというのも手ではありますけどね、確かに。これで第二艦隊が壊滅したね。木村さんが死亡したか。ちょっと待って。ここは敵のやっぱり基地攻撃を優先しよう。これで飛行場が潰せていないものの守備隊を17蹴散らしたわけだな。同じ要領でハワイに対して航空隊を発艦していきます。航空隊が守備隊を2削りましたと。第一旅艦隊の方も敵基地攻撃に専念。23削って飛行場をもうちょっとダメージ与えてほしかったかな。ジョンストン基地からの攻撃で物資量を削っただけね。できればね、ジョンストン基地からもうちょっと足の長い、敵のね、基地を攻撃できればよかったんですけど、開発としてはだから足の長い飛行機を優先して作っていってもいいかもしれませんね。空撃できるけど、おそらく空撃できる飛行機が戻ってきてないので、取り消しだね。このターンはもうだから何もできないと。ちょっとタイミングがだから悪いんだよね、そういう意味で言うと。空母が1沈んでるな。この1沈んだ空母が何かだね。正規空母だとちょっと痛いなと思うんで、後で早めに確認しましょう。よし、戦艦沈めて、駆逐があと7ですかね。何？さらに敵の艦隊か。いやー、敵も粘るな。この正体不明の艦を狙うのはちょっと怖いので、先に確実に分かっている駆逐艦を仕留めに行こう。OK だ。ほぼこれで艦隊壊滅させたね。あと、新しく出てきた艦隊が、どれくらいの規模の艦隊かっていうところですかね。これ。これが全然わからないので、この艦隊がどういう規模の艦隊なのか。第8航空艦隊は砲撃戦ができるので、砲撃で仕留める。直縁も出そう。駆逐艦、
輸送船さん。これ、敵の第三艦隊を壊滅させましたね。名実とも。ハワイの航空隊に、ただ空母が守られただけよしだな。本当に。敵の基地攻撃、次のターンで確実に決めていかないといけないね。さあ、そしたらここでですね、ちょっと考えていかなきゃいけない項目が出てきているので、一旦時間を止めましょう。まず、第一艦隊の方なんですが、もう、敵を追わずに、基地攻撃に専念してもらいます。もう敵の艦隊は、所狭しと展開してるので、寄ってきたら叩く。寄ってこなければ、基地攻撃を優先していきます。敵の航空隊が先。残った。空母が残ってくれればよし。第5航空艦隊の方も敵基地攻撃に専念します。なんとかして敵の基地を無力化したい。湾口施設は完全に破壊しましたね。で、飛行場も1削った後に。いや、航空隊の消耗が激しすぎる。空母が残ってくれ。空母が潜水艦に沈められるわけにいかないからね。ハワイの攻略目前までやってきてるので、これハワイ攻略したいよね。マイナス5、あと15ですね。第一主力艦隊の空撃で、さらに5ぐらいは削れると思うので。15削った。じゃあ、艦隊から揚陸隊を出していきましょう。第二艦隊に空母がいるな。ちょっと待って。これもう突入できるよね、第8艦隊。だは、ここで敵の艦隊か。これが最後の空母艦隊だな、敵の。よし、空母が残ってくれればいい。直縁もやられたけど大丈夫だ。これなら、敵の艦隊を潰せる。おそらくこれが敵の最後の空母だと思うので、この空母を仕留めに行きましょう。がは、敵を発見できずか。潜水艦だったの。うわぁ、痛いなぁ、このミス。守備隊が復活してきてるもんね。
常に削っていかないといけないな。で、第一主力艦隊の方は、敵の、これが空母だな。この空母を、仕留めに行きましょう。そうだね。これが空母ですね。第二艦隊。モンゴメリー率いる空母艦隊、戦艦1、空母1。巡洋艦を4隻撃沈してますね。モンゴメリーを仕留めたんだな。こちらも、ね、死人が出てますからね。攻撃をじゃ継続していきましょう。これでハワイを攻略しました。これでハワイ攻略が完了しましたね。第一主力艦隊の方は、一旦母港クレに戻りましょう。ではちょっと長くなりましたので、ね、残りの敵艦隊、ハワイ周辺に展開している敵艦隊を叩きつつハワイを収容していきたいというふうに思います。なので艦隊は一度全部ハワイに入れて、ハワイで傷ついた航空隊の、補給、補充、これを行って、次なる作戦に備えたいと思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。